力一のエリート、主人政府関係の仕事、親族のほとんどが医者か弁護士の坊さんママが言いました。娘が超難関中高に入ったものの勉強をサボってしまって、今行けそうなのが日東駒専の文系学部なんだよね。え、またまた。普通の家から考える日東駒専はいい大学なんだけど、この家は親族一同エリートだからどうなんだろう。主人がそれだったらもう大学には行かせないって言い出したのよ。え、それなら高校出て働いてもあまり変わらないだろうって。いや、そんなことはないはずよ。日東駒専文系で大学に行かせてもらえないとかめちゃくちゃすごいわね。この家に生まれる日本人のほとんどが大学には行かせてもらえないってことになるじゃない。チャンネル登録よろしくお願いします。鈴木さんとこのお嬢さんはどう？うちは前期で地方国立を受けるのよ。なるべく簡単な国立を。その簡単な国立って文系？いや、工学部よ。あら、理系ならたとえど田舎の底辺国立だとしてもいいじゃない。ど田舎の底辺国立？娘は大学に行かせてもらいたいから最近離転したのよ。え、高3の冬に？そうなの。日東駒専の文系だったら聞いたこともない大学の理系だよって主人も塾の先生も言っているのよ。似たような話を幼なじみのママもしていました。有名大学の文学部に行ってなんか意味があるの？やっぱ手に職っしょ。うちは国立の看護学部が本命で、ダメなら公立の看護学部、それもダメならペケペケ大学の薬学部よ。知らんわ、ペケペケ大学。違う幼なじみはこうです。有名大学の公募推薦に落ちたの。こうなったらもう三角三角大学の建築学部よ。建築士に大学名とか関係ないから。聞いたことないわ、三角三角大学も。有名大学の文系学部よりも今無名大学の理系学部が選ばれる時代になってきたのかもしれません。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。